俳優の東出昌大と女優の森川葵が、テレビ朝日で19日、10時30分チルダに放送される映画、オーバードライブ、公開記念、東出昌大。左から蓮見英一郎監督、森川葵、東出昌大イコールテレビ朝日提供映画、オーバードライブ、6月1日公開、に出演する二人。創作は、行動はもちろん、世界のあらゆる道で過酷な走行を展開する自動車系。バザ・ラリーを題材に、若者たちの熱い愛と絆を書いたオリジナル作品だ。この映画公開を記念し、ラリーの頂点である FIAWRC、FIA ワールドラリーチャンピオン誌。P イコール FIA 世界ラリー選手権の伝統の一戦、フランスコルシカ島で行われる、ツール・ド・コルスを観戦する。注目のラリーを前にコルシカ島に乗り込んだ東出と森川は、島内を走るローカル線、コルシカ鉄道、に乗。離込み、絶景を堪能するほか、コロンブスが生まれたとされるピンクに染まる街、カルビを散策。さらに、山と海が一望できるレストランでコルシカ料理を楽しむ。ツール・ド・コルスの観戦では、世界最高峰のレースに大興奮し、さらにはトップクラスのメカニックが作業する様子を真横で見学する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。